皆さんこんにちは、ウイスキー専門店の岡村店主です。萌えです。はい、失礼します。お願いします。とっていうのね、忘れてました。まあ今日はですね、ここから何本か、まあ、の各地域のスコッチって、まあ、いろんな地域があるんですよね、スコットランドの中 でその地域の各地域の代表銘柄を何個かガーって飲んでいって、まあまあ、ウイスキーを初めて飲む人って、まあ、まずそこからやっていった方がいいんですよ。まあ、初めて飲むわけではないんですけど、まあ、ここから知っていこうとか、まあ、ここからウイスキーを深めていきたいなって思ったら、まずはその各地域の代表っていうのをいくつかこう飲んでいって、その中で自分が何が好きだとか、何が一番自分にビビッときたかっていうのを探していくっていう作業が一番大事なんですね。なんで、まあ、そういう感じのことやっていこうっていうね、話をございます。で、地域ってわかります？地域？そう、スコッチの地域。アイラはわかります。アイラはわかります。素晴らしい。それでございますね。というわけで、まあ、スコットランドですね、まあ、アイラも含めてなんですけど、というわけで6個地域があります。ウイスキーで有名な地域が。そうです。こう、ウイスキーを作っている地域ですね。逆に作ってる地域は6つしかない。そうです。大きく分けて6つです。ただもう全部、スコットランド全体を覆います。まず一番でかい地域でいうと、ハイランドですね。ここにいる。ハイランドっていう、まあ、本土の上側ですね。はい、わかる。そう、これ本土全体の、スコットランド全体の絵なんですけど、上がハイランドなんですね。で、下がローランドなんですよ。ローランド？ローランド。ハイ&ローです。へぇー。上と下で、ハイ、ローかって分かれてて、うんうん、で、アイラとか、まあ、ここにあるんですね。アイラだけちょっと孤立してる。そうなんですよ。ね、アイラ以外にも、アイランズって、でアイラはめっちゃウイスキーがあるんで、アイラって、まあ、一つの地域として確立してるんですけど、うんうん、他にもこれいっぱい島があって、スコットランドって、うん、これも島なんですけど、うんうんうん、オークニー諸島って言うんですけど、まあ、ここからここオークニーやって、まあ、ここら辺にあのルイス島、ハリス島とかもあったりするんで、まあ、ルジュラ、アランとかあるんですけど、この細かい、そう、細かいのを合わせてアイランズですね。アイラとも合わせて、合わせないです。アイラ以外の島で作ってるのをアイランズ。島はアイラとアイランズ。はい。ね。で、大きいのがハイランドとローランド。はい。で、スペイサイドって聞いたことありません？スペイサイド？そう。まあ、うん、有名なんだと、マッカーとか、グレンリベットとか、グレンフィリックとか。そのお酒の名前は聞いたことありますけど。それを作ってるのはスペイサイドって地域で、ハイランドのここら辺。はい。拡大します。一番広いところ。ここ。めちゃくちゃ。ハイランドの中でも、そう、ここだけスペイサイドなんですよ。ここにめちゃくちゃウイスキーの醸造が密集してるんですね。今日はすごい産地なんで、有名な聖地っていう場所なんですけど、ここに、まあ、いわゆるスペイサイドのウイスキーっていうジャンルがありますね。なんでちょっとここ聞いていいですか？川が近いからですか？あ、そうですね。一応これスペイ川っていう川がここに走ってるんですけど、川はでも、ね、いっぱいあります、この中に。あ、まあ、それを覚え出すと結構キリがないですね。なんでだろうって気になっちゃう。まあ、それこそね、グレンリベットなんかはね、スペイ川の、すぐ近くにあったりとか、しますね。で、もう一個が、キャンベルタウンっていう地域で、ここですね。まあ、ちょっと港町なんですけど。まあ、スプリングバンク、ね。この前、あんまり好きじゃなかったんですけど。はい。まあ、この計6個が大きく分けてウイスキーの地域になりますね。はい、何でしたっけ、ハイランドとローランドとアイラ、そう、アイランズ、そう、そしてスペイサイド、スペイサイド、キャンベルタウン。そうです、さすがでございますよ。この6個の地域から分かれてて、でかく地域ごとに味の特性が全然違います。はい、まあ、例えば、まあ、スペイサイドだと結構華やか系なんですけど、アイラになるとすごいビートが強くてスモーキーだったりとか、ローランドだと結構あっさりしたライトテイストなウイスキーだったりとかしますし、キャンベルタウンだったらちょっとしょっぱいよねみたいな。逆にハイランドとかは広すぎて、あんまりその地域ごとっていうのが難しくて、ハイランドは東西南北でまた分けます。北ハイランドとか、東ハイランド、南ハイランド、西ハイランドで分ける。さらに4つありますね。はい。まあ、スペイサイドも実はちょっと分けるんですけど、おー、まあ、地区ごとで分けます。また細かくなるんですね。そこら辺はまだ覚えなくていいと思います。あの、複雑すぎるんで。複雑です。あ、これはエルギン地区のとかね、言わなきゃいけない。でも分かんないじゃないですかね。は
分かんなくなっちゃうんで、とりあえずこの6個の地域の代表銘柄っていうのを飲んでいって、どの地域が私的に好みなのかなっていうのを探していきましょう。というわけで、まあ今日は1回目なんで、まあスペイサイドですね、まあウイスキーの、まあ、聖地的な場所である、うん、スペイサイドの中で今有名なやつっていうので飲んでいきましょう。はい、というわけで今日飲んでいただくのは、まあもう超代表的なやつ、もう多分飲んだことあるかなと思うんですけど、そうですね、このあたりはもう全然飲みやすい、そうですね、飲みやすいの、うん、なんか飲んだことないやつあります？この中でこれだけ飲んだことないです。なんだろうね、グレンファークラス、グレンファークラス、クラス、グレンファークラス、グレンリベット、マッカラン。もうグレンってよくつくじゃないですか。グレンはなんていう、ね、まあなんかね、グレン系はとか言う人いるんですけど、まあグレンがついてるから何かってことは特にあって、まあゲール語なんですけど、ウイスキーの英語じゃないですよね。ああ、イギリスの前の。あ、そう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 です。もう本当なんか昔ながらのスコットランドの言葉なんですけど、ゲール語。で、まあグレンって日本語に訳すと谷って意味なんですよね。ああ、谷。そうです。なるほど。リベット谷みたいな感じですか。あ、そう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 。あ、リベットになるとこれ静かなるって意味だったりするんですけど、静かな谷。おお、面白いですけど、うん、まあなんでグレンが多いかっていうと、もともとウイスキーって密造酒なんですよね。密造酒。あ、密造酒。密造酒。めっちゃ言いにくいけどね。そう、密造酒で隠れて作ってたわけですよ。要は大元に作るとバレちゃうんで。へぇー。ウイスキー作ると、すごくお金を、税金を取られたのですね、昔。うん、だからそこから逃れるために、税務官から逃れるために、すごい田舎の方に。で、めっちゃ分かりにくいところで、ウイスキーを作ってたわけですよ。で、ウイスキーを作るのは水が必要です。はい。隠れやすくて水もあるってなったら谷じゃないですか。確かに。谷に。そう、だから谷にあるものが多いんですよ。あー、ウイスキーの蒸留所が。ってるところが。そうです。もともと、まあ地名みたいなもんなんで、ウイスキーの蒸留所の名前って。そうなんですね。そう、大体地名なんで。結構知らない。私だけかな、でも知らなかったです、ね。でも結構なんかこう、ね、初めてにすると、まあ、うん、絶対みんな知らない話なんで。あー、面白い。なんだか、グレンがついてるからなんかこういう味の傾向とかそういうのはないです。はい。っていう感じかな。はい。というわけで、まあ、まあ、これの中で飲み比べたこともあんまりないかなと思うんで、まあちょっとね、飲み比べてみましょう。これ、まあやっぱり同じ地域なんですけど、やっぱり各お酒ごとでやっぱり全然ちょっと味は違くて、うんうんうん、なんとなくの傾向はつかめるかなと思うんですけど、うん、まあ最初に飲んだのはやっぱりグレンリベットですよね。まあ、一番ちょっとスペイサイドっぽいような、うん、まあちょっと青リンゴ系、青リンゴ系のフルーティー感だったりとかっていうのがすごく伝わるような、かなりライトで華やかなタイプのウイスキーですね。確かに香りも全然臭くないですね。そうですね、スペイサイドはそんなに臭いのはないですかね。うん、うん、うん、あまあでも普段アイラとか飲んでると足薄いなとか思う人もね、もしかして甘いなって思っちゃう。あ、そうですよね。確かに、でも言われてみれば青リンゴかもしれない。そうなんですよ、まあ、昔のリベットとかだともうちょっとその青リンゴ感強かったりとかしたんですけど、まあ、最近だとね、ちょっとこう、かなり味自体は薄くはなっちゃってるんですけど、それでも青リンゴ感っていうのは、まあね、出てるかなとは思います。うん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 。じゃあ次行ってみますか。次がもうマッカランですね。マッカラン。まあ、いわゆるちょっとシェリー系の感じなんですけど、ちょっとね、ゴムっぽい要素っていうのがあるかなと思うんですね。ちょっとレーズンと一緒にちょっとゴムっぽいようなよ。うん。あ、でもなんか、なんかね、香りで言うと、こっちの方がいい香りだったなって思っちゃう。これもまたなんかね、最近のものからちょっとゴムっぽかったりする。うん、うん、うん、まあ、ゴムか、ゴム、タイヤのゴムっぽい感じだよね。なんか、わかりません。確かにちょっと人工的な風味はするかもしれない。ありますよね。はい。で、結構これシェリーダル由来かなと思いながら、まあ、これシェリーダルで、ね、作ってるんですけど、シェリーっていう、そう、あのね、酒精強化ワインっていう、まあ、スペインで作られてる、まあ、ワインの一種なんですけど、うん、まあ、それの樽を使うとこういう、いわゆるちょっとこう、赤っぽい色になる。なるほど。バーボン樽で使うとちょっとゴールド系の色になる。うん、ちょっとゴールドっぽい感じの色になってきます。うん、バーボンの作った樽で熟成させるか、まあ、ワインの一種である、シェリダルっていうものの樽を使うかで、結構ウイスキーって大きく、まあ、味も違ってくるんですけど、うん、樽によって色が変わる。そうですね。で、マッカランだったりとか、次のこの
レンファークラスって100%シリレルなんですね。これとこれがシリラル。そうです。うーん、じゃあ結構バーボンダルがメインだったりします。じゃあちょっとマッカランと味が似てるかもしれない。そう、どうちょっと飲んでみてください。いただきます。なんかちょっとアルコール感っていうのは少し強いかなと思うんですよね。ちょっとドシッとしたような酒質かなと。ピリピリする、すごい。そうですよね。まあちょっと若いからっていうのはあるんですけど、12年っていうので、もう結構酒質自体っていうそのドシッとしてるのってわかります？ドシッとですか？うん、ガツンときます。あ、そうですよね。結構なんか男らしい感じ。うん、あ、でも確かにそうですね。そうですね。もうなんかこれと本当対照的な感じ。そうですよね、そうですよね。うん、こっちはちょっとあのレディーな、ね、感じはあるじゃないですか。うん、からやっぱ飲みやすさで言うとこれがすごい。やっぱり別のね、飲みやすいですもんね。その次にこれかな。ね、ファーブラス。ファーブラスもね、あの年数長いとめちゃくちゃうまいんですよ。まあ全部そうですね、そうなんですよ。12年だとちょっとまあガツン。そうですね。まあ普通のいわゆるスタンダードボトルなんで、まあでも結構安いんですけどね。値段も一番安かったりしますファーブラス。まあまあ甘くないかな。逆になんかね、マッカランのもうちょっとレーズン感すごい強く出てるとかあるんですね。ちょっとレーズンっぽいような。マッカランがレーズンですか？え？なんかわかりません、ね、ちょっとこうちょっともう一回飲んで。プルーンだったりとか香りの話？まあ香りにしろもう味わいにしろってところなんですけど、うん、なんかそういう黒メラフルーツ、うーん、ドライフルーツみたいな感じ。入ってるんですか？入ってないです。確かに、うん、まあ、言われてみれば香りがレーズンっぽいかも。あ、そうですよね。ぶどうみたいな。逆にこっちもね、そういう感じはあるんですよね。香りとかでもちょっとレーズン系。うん、あ、まあレーズン言われてみれば確かに。これがちょっとね、シリアルの特徴でもあったりします。あ、シリダルシリダルのシリダルの特徴でもあったりします、このレーズンっぽい感じ。ワインを作ってる樽ですね。そうですそうですそうです。で逆にこのグレンリベットとかナオリンゴっぽい感じ、あとちょっとバニラっぽいような感じ。うん、甘いですね。そうですね、すごい。バニラ系が結構バーボンダルの由来だったりしますし、シェリアルだとこうちょっとレーズンっぽい感じになってきますね。うん、なんとなくわかりました。わかりました。すごい、まあ、全体的に見てこのスペイサイドって、まあ、結構まあ代表的な銘柄ではあるんですけど、まあ、どれも割と華やかなスタイルではあるかなと思うんですよね。そんなに癖がなくてすごく飲みやすい、いわゆるもう一番最初にウイスキーを飲むんだったら、まあ一番飲みやすいのがこのチーズではあると思うので、全然癖もなかったですよね。そうですね。でも同じ地域って言ってもそうかなり違いは出ますね。ありますね。系統が同じみたいな、そのお酒自体の、うん、まあ、いわゆるその癖があんまりないっていう。そうですね。で華やかで飲みやすいですっていうのがスペインサイド。なんとなくわかります。わかりました。あ、よかったよかった。逆にこうスペインサイドでもピートを使ってる、がっつり使ってるのがあるにはあるんですよ。そのアイラみたいな感じで、うん、こうスモーキーなのもあるんですけど、スペインサイドのスモーキー系のやつっていうのは意外とそんなにがっつり来ないんですよね。そうなんですね。逆にさっき言ったハイランド、あの上の地域の、はい、あそこだと逆にもうピートがっつり使ってるところはアイラよりも臭いのもあります。それちょっと気になります。ハイランドの方は結構ピートがっつり使ってるんですよ。あ、そうなんですね。ハイランドはもう、スペイサイドはもうめちゃくちゃ飲みやすい。うんうんうん。もう初めて飲むんだったら、まあ絶対この辺から飲んだ方がいいですよっていう。で、まあ、スペイサイドを気に入って、いろんな地域を飲んで、スペイサイド気に入ったら、まあ他のスペイサイドの蒸留所飲んでみるとか。うんうん。まああと熟成年数違いを飲んでみるとか。みたいな楽しみ方ができるんで。うんうん。まあ、だからこう自分の好みをね、最初見つけていった方がまあ楽しいですよねっていう感じでございます。はい。じゃあこんな感じで、まあスペイサイドどうでした？まあなんか最初の一杯にいいかもって感じですね。あ、まあそうですね、そうですね。私もあのグレンリベット最初の一杯よく飲む。おお。その後なんか甘臭いやつ。でも飲み方の順番としてはすごい完璧ですね。あ、そうなんですね。パーフェクトな飲み方です。おお。あのまあバーボンダルのものからシリダルのものを飲んだ方がいいですし。あ、そうか。こちらちょっと味が濃い、あのシリダルとかの。うんうん、こうギュッとした渋みがあったりとかあるんで、こっちは結構ライトな感じなんで、うんうんうん、
なんで、まあ、その順番の方がいいですし、まあ、ピートがない、スモーキーじゃない、飲みやすいやつから、どんどんスモーキー連続で飲んでいった方が、まあ、やっぱり、楽しみやすいですよね。その、舌がバグりにくい。味がわかりやすいですね。そうですね。パーフェクトな飲み方をしてるじゃないですか。おー、たまたま。よかったよかった。はい。こんな感じで、まあ、飲みやすいですっていうね、まあ、スペリサイドでした。はい、まあ、これをね、覚えて、まあ、ちょっと次のね、次何行こうかな。次、ハイランドでしょうか。ハイランドっていう地域で広いんで、ね、ちょっと難しいですけど、ここで、ね、ちょっとやっていきましょう。次は、はい、というわけでですね、まあ、本日の動画も面白かったという方がいましたら、ぜひぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。というわけで本日の動画は以上になりますね。というわけで次回、ハイランド編でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。